はい、こんにちは、みです。今日はね、お呼ばれメイクについてやっていきたいと思います。はい、早速ヒートテック出てるんですけど、私冬は寒いのでヒートテックの半袖を着ていったんですけど、まあここから黒いのがちょっと出てダサいなと思いました。ちょっと出てるかな、まあいいや。エアリズムタンクにヒートテックの半袖を着ています。はい、それで対策しながら過ごしていました。ということで、何を使ってこのメイクをしていったかいうと、今からやっていきたいと思います。はい、私が使ったのはこれ。はい、まず下地が、インテンシブスキンセラムラディアンスプライマー SPF25PA+2+ 化粧下地です。これボビーブラウンのやつです。ミニサイズの、ね、やつですね。で、これをまあ顔になじまして、これは色はね、あのピンク、ほぼ白に近いベージュ、ピンクベージュみたいな感じなんですけど、例えば、まあ、今ファンデ塗ってますけど、例えばこんな感じです。こんな乳白色な色ですね。結構潤いもあっていいです。これちょっと上から塗りましたけど、はい、ツヤ感が出ますね。今こう乾燥してたのでぴったり、ベタつかないで、いい匂いがします、本当。で、この後にこのデコルテのゼンウェアフロイドファンデーションをなじませました。で、ちょっとクマがねちょっと目立つんですけど、今日失敗したなって思ったのは、眉毛のこの下にこれを仕込ませてます。これめっちゃ使えるから、これは買うべき。ビセリシェアイブロウエンハンサー眉周り用コンシーラーをここにね塗ってます。で、ちょっとここにもね仕込ませました。でもこれだったら私ちょっと足りなかったなって思ったので、やっぱいつも通りね、チフレのねコンシーラーがあるんですけど、それどこ行ったか分からんけど、まあ、それ今回使ってないですけど、それやっぱ使うべきだったなって思いました。はい、で、眉毛はアイブロウマスカラがこれ、セザンヌの極細アイブロウマスカラシナモンブラウン、これカラーマスカラですけど、茶髪の人は馴染むの、こんなめっちゃ細くて塗りやすいのね、めちゃめちゃ細い。はい、で、これを塗ってる先にあの眉描きあるんですけど、あ、どっか行った、まあいいや。ビセのねパウダーファンアイブロウで整えるのと、このケイトの2カラーグラデーションブローペンシル EX2 ナチュラルブラウンがめちゃめちゃ描きやすい、こんな細くて、で、ここをピエって綺麗に描けるから、ほんでこっちでぼかせる、それが早技です。これめっちゃおすすめです。はい、で、気になる方は全部概要欄に書いてますので見てください。で、今眉毛は終了で、あ、そうそう、ベースまだあったわ。その全面フィルドした後、コスメフィルドクルトした後は、ウォン・ジョンヨのフィクシングブラーパウダー02プレーンベージュをパパパパパパーとなじませて、口はこのコスメデコルテルージュデコルテのオレンジのやつかな、ちょっと番号とかある、28番をね塗る、こんなのオレンジの衣装だから塗って、で、これマット系なんでツヤ感出したいから、ボリカのリッププランパーを使いました。そしたら唇がプルプルです。これでカラーの上から、これもうほとんど色がつかないのでピンクのちょっとなじませるみたいな感じですね。で、今日いつもよりねアイメイクが濃いと思うんですけど、アイメイクがてかね、ここのツヤ感がすごい、ここのねツヤ感の仕込みがねあって、ここのツヤ感、これもうめっちゃいいよ。キャンメイクムニュットハイライター03をここにポン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 ってして、ポンポンポンってここにも塗るの。こうしてら、ツヤ感が角度によってキラキラーっとね。あとここにも仕込んでます、私ここね。はい。光ってるでしょ、ここ。で、これめっちゃおすすめだから概要欄貼っときますね。見てください。で、今日、一番メイクで力入れたところはね、あ、でもハイライトこの辺にも入れたかも。なんか、小田広さんがここにね、ハイライト入れたら目立たない。あ、ほうれい線目立ちにくいって入れたらこの辺にも入れました。で、今日目力がすごいと思うんですけど、このね、カラコンがやばい。ルミエユー。私、石井美穂さん大好きなんですけど、石井美穂さんのルミエユーのこれ初めてつけたんですけど、めっちゃ盛れるよね、ほら。結構、髪色明るい人いけるかな。ワンデー、ツッテイアルファ。カラーがシナモンブラウン、ルミエユーのシナモンブラウン使ってます。すごくない？ほら。ね。で、つけまつげは、以前から紹介してるこれ。私の動画の中でも再生回数結構いいやつなんですけど、わかる？目尻しか塗ってないの。こうやってしたらわかるか、こっちの目。目尻の
まつげなのにめっちゃいい。ほら自然じゃない？目つぶった時も自然なのこれ。あの目尻だけだったら、これ目尻スピンちょい足しおこじゃ02を目尻を使ってます。これおすすめです本当。パーティー仕様にいいよ。自然なのね、自然なのが一番いいよね。ということで目力でこれ使ってロムアンド、私のこの真ん中のラメとかぼかしは全部これだから。ベターザンパレットね、02、これ大好き。これでアイメイクはほぼ完成ですね。で、上のアイライナーがラブライナー。ラブライナーのブラウンかな？どこ行った？上がラブライナーのブラウン使って、下のラインが、ちょっとぼかしてやるのが、これだ。ラブライナーがどこ行った？でヒロインメイクのソフトデイファインクリームペンシルブラウン、ダークブラウンみたいな色か。これ、楕円形になってて塗りやすいんだね。横向きになってて。ね。で、これをこうぼかす感じで入れていきます。で、このクマのところさ、もう私泣いてぼけてるんだけど、これウォンジョンヨメタルシャワーペンシルの02サンドムーンをここにねラメラメで入れたの。こうやってね、こうしたらね涙袋が出るわけよ。はい、そうで、でね、そうそう言うの忘れてた。このおこじょをつける前にスカイマスカラでマスカラバーンってあげるの。下まつげもつけるのね。それで目は完成です。ございます。はい、あと最後このオレンジ系の衣装にはこれ、はい、エクセルのサナエクセルシームレストーンブラッシュ SB04 のチークカラーを、ここら辺に見えると思うんですけど、これもね YouTube かなんかに習ったんですけど、この中心からこういう感じで、ここからここが一番小さい、だんだんでっかくしていくみたいな感じに塗っていきます。そしたら小顔顔顔もあって陰影がつきます。でこうね塗っていきます。はい、あとね、セルフネイルはオレンジ系なんですけど、こちら、デュカートネイルマイン12っていうのを使ってます。めっちゃね、速乾力があってめっちゃおすすめです。これ、綺麗にセルフネイルできました。で、髪はね、編み下ろしをお願いしました。可愛くない？もこもこ玉ねぎみたいなのが、ピーンと、ラプンツェルの気分ですね。はい。で、ここはね、巻かなくてもよかったかな。まっすぐでもよかったかも。くるんくるんとしちゃったんですけど、まあまっすぐでもよかったかな。で、こっちはまとめてます。こっちの前髪はね。もうちょいこう下ろしてもいいけど。こんな感じです。はい。てな感じ、全部言ったかな？まあ言ってなかったら付け足すけど、てな感じで出来上がります。でね、やっぱね、リップって、なんか私の経験上というか、落ちないリップってね、なんか私食べるときにちょっと、唇慣れてしまう癖があるから、どうしても落ちるから、もう落ちるって覚悟で、自分が好きなリップが一番結局いい。って思う。だから、デコルテにした。なんか落ちにくいティントとか塗っても、結局ね、なんか変な落ち方とかしたりするのね。だからもう好きなリップで、いきます。ということで、今日はお呼ばれメイクは何使ってるか特集でした。はい。ということで、また次回の動画まで。バイバイ。冬、友達の結婚式とか行かれる方、ぜひ参考にしてみてください。ではまたねー。